五代目、三遊亭炎章10月から1940年1月23日は、東京の落語家。本名、村田源氏。通称、デブの炎章。弟は五代目、三遊亭窓か窓。また一時兵役の逃れで、三遊亭物の養子になっていた。下佐八幡の宿や、梅屋の家に生まれ、父は、入り婿で、芝あたご下で大工をしていた、六歳で、 ジップは、出本、親戚に預けられ14歳で、旅店に奉公するなど、波乱に満ちた、少年時代を送る。1902年の19歳で奉公先を、飛び出し剣部の日々のライフ一座に1、2年ほど、加わったり旅回りの一座に加わるなど苦労を重ね、1905年に、旅回りの一座で知り合った4代目立花屋園蔵一門に入り、立花の家23蔵となる。 1909年、立花の親小炎像で二つ目、新進気鋭の若手として注目され、1912年に三代目、三遊亭窓か窓を襲名し新内昇進。1915年3月には当時では珍しく、公爵士の坂本富岳らと共に、落語家として初めて横浜から渡米して興行。1916年9月に帰国。 師匠炎像ともども落語界の重鎮として活躍。師匠炎像の死後、1922年2月、五代目立花屋炎像を襲名し、一門を率いるとともに、関東大震災を挟んで、芝浦川町で寄せ、三皇帝を経営にも乗り出した。四代目炎窓は、義理の息子である五代目、三遊亭窓か吉みが襲名した。1925年1月、 五代目、三遊亭炎章を襲名。六代目炎像は四代目炎窓が襲名し、五代目炎窓は、実定、三遊亭窓かとが襲名した。この間所属の園芸会社を脱退、以降東西会、牧会に所属。1927年には、初代、柳谷三五郎の落語協会入り。1930年、牧会復帰し1934年に、 同会会長に就任もすぐに脱退し、東京落語協会に移籍。得意ネタは前日の首上鎮のほか三十国、お若、いのすけ、文七元血、楽田、三年目、夢金など、相撲取りのような体なのに、講座で娘を演じると、果たして娘に見えたという伝説を持つ。また、単行本や雑誌などに、数多くの速記を載せている。 1940年1月に、風邪気味をして、寄せに出演、首上鎮を演じる。帰宅し、雑煮を食べた後容体が悪化、同月15日死去。残されている SP レコードは少ない。墓所は、世田谷区永留寺。ありがとうございます。